東日本大震災の被災地で健康調査を進めている東北大学のメディカルメガバンク機構が、さまざまな研究チームによる調査結果を論文に取りまとめました。東北メディカルメガバンク機構は、宮城、岩手の両県で15万人規模の健康調査を継続的に行っています。被災による仮設住宅での暮らしや転居といった環境の変化が、住民の健康状態にどのような影響を及ぼすのか調べ、予防医療に役立てることを目的にしています。震災の影響に関する研究は多くあり、機構の宝沢敦教授らのチームは、岩手、宮城、福島の3県で被災者の健康に関する論文を調べました。その結果、国際的な学術誌に掲載された論文のうち、東日本大震災など一定の条件で抽出した48の論文のうち33本が健康の悪化を指摘するものでした。プレハブの仮設住宅に入居した人の体重が増加する傾向にあり、津波が浸水した地域では脳血管に関わる病気の割合が多いと報告されました。また、肝機能障害が震災の前と比べると悪化し、原発事故による避難生活を強いられている人はメタボリックシンドロームの傾向にあったということです。メンタルがやられて動かなくなって、でそれによっておそらくメタボリックシンドロームが増えている。我々メディカルメガバンクだけでなく、全てのエリアで同じような関連が見られたなというところが見えています。一方、福島県内では原発事故による影響が懸念される甲状腺がんについては、6本の論文すべてで関連性がないと報告されていたということです。